はい、こんにちは、コスチューム3体、相手は前衛が黄色で、アルフライクとマザーがいて、ミスティとターがいる。先日プロテウスコスチュームを引きまして育成中です。使うときはノーマル側で使って、コスチュームボーナスが欲しいんで育成中です。マナ生成ダウンよりも止める方がいいなぁと思ってます。はい、行きます。まずは真ん中をパズルの力で抜きたいな。3玉当ててみるか。やった。緑ダイヤを作って、とりあえず紫竜を作って、まずはマルフライクも怖いんですけどね、ジャッバーバッグ使って、アルフライク怖いけれども、リガルド使って、どうする？悩んでプロテウスは温存してクノルフォッド使って、アルフライクを放ち、相手のアルフライクに当たってよかったな。では緑ダイヤいきましょうか。相手のマザーのマナを空っぽにしたい。よし、ミスティにこれでマナたまるかな。ジャッパーワック使って、もう勝ちなんで深い意味なくプロテウスコスチュームを使って、はい、ありがとうございました。コスチューム3体完了です。はい、ありがとうございました。